え、そうなの？おい、ニャン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 、はい、ニャン。早っ。メインの敵は誰もいないな。死んだな、絶対誰か。ジャミさん。あ、おじさん。あら、ガミさんのお肉がエレキの5番です。4番から発見です。石油から行ってます。バイタル5秒前。両方死んでました。あまり意味ないです。2は死んでいた。はい。はい。慎太郎は やれる場所がなさそうだなって感じがします。そうっすね。エレキの何番って言いましたっけ？5番です。エレキ5番、4号つながってます。うん、石油でカメラを見てから行って2周ぐらいして慎太郎さんが貨物を上から下に走ってるのだけ見えました。うん、お、正解です。アーカイブあたりですれ違ったかな。うん、ラウンジですれ違って貨物でカメラが見られて、うん、最後バイタルでおもうさんとすれ違って今バイタルの左側ぐらいで終わり。ガミさんキル、私も慎太郎さん難しいかなって思います。まあ、浮いてるんで先に、うん、昇降機右からのように乗って左に渡って終わり。扉、宿舎前の扉は全部閉まってるはず。下と右は少なからず閉まってる。エレキだったら俺も慎太郎から白が出るかなと思ってて、俺はアーカイブに入った瞬間にアーカイブの扉が閉まって、今アーカイブシャワーカーの扉だけ開けてシャワーに入ってタオルタスクをしてる最中で、メインシャワーカーの扉だけは縛ってると思う。うんうん、確かに明夜君、うん、エレキ届かなそう。確かに、うん、うん、てかメインシャワーの扉が閉まってるから、でアーカイブシャワーカーの扉が開いてるんで、それを確認できたら俺は絶対にそっち側に行けないと思ってほしい。僕視点で竹尾さんが白なんだけど、竹尾さんも割と、うん、白っぽいと思う。展望にさ、もう一人います？竹尾さん視点で。トータスさん、はい。ああ、じゃあ僕はキッチンバーガー通ってるとき、やってるときにトータさんが、武器庫側から行ってます？はい、武器庫上で藤宮くんに会って、うん、その後降りてって竹尾さんとこに。ああ、オッケーです。僕その人も見えてるから、トータさん、竹尾さん、白でいいや。うん。おはようす。あと、僕、メインターン脇で右にアルマくんがいないと思ってるんで、メイヤさんなんなら隠し白でいいかもしれない。扉が閉まってる場合はね。おまおじってさ、貨物から下行ったんだよね。行った。で、誰と待ってないんだよね。あ、慎太郎くんとだから待ってはいる。いや、だから慎太郎は多分切る場所はないと思う。慎太郎も多分隠しろレベルで白いと思うよ。うん。場所がないと思う。俺から白。あ、じゃあ、絶対白や。ドア閉まってるわ。バイタルエレキ。慎太郎くんが介入する余地なしやわ。手で誰直したの？出ないんだ。お、まぶじゃないの？俺じゃない。元は昇降機右とか。そう、展望とか聞いてもらえない。展望は3人ぐらいいるから。うん、マジで？あー、いえ、昇降機右やったらナイス。1キルして。1キルしたら、俺、釣られる可能性全然あるから。1キルして。はい、僕喋ってないんですが、さっきのターン最後に鬼木がキッチンの左下にいたのを見てるので、うん、まあエレキのキルは少なくとも難しいと思ってほしい。うんうんうん、あと現ですプテさんに確認したいんですけど、石で我々すれ違ったじゃないですか、はい、あの時って何秒くらいだったか覚えてます、はい、キルクル開けるまであと10秒くらいあったと思います、ね、かなりありましたよね。だったら私にはプテさんは白でいいです。ガミさんに関しては少なくとも、うん、少なからず昇降機右にはしたい絶対ないです。実施点はね、俺ヌーンで左右左で戻ってるから、しかも下も見たから絶対したいないです。あ
じゃあ大丈夫か。一応僕、アルマ君がアーカイブ分けで昇降機右行ってる場合は、メイヤ君白出ないなと思ったけど、高田さんがそれを言うなら大丈夫か。てか、僕はアーカイブ分けで、あ、そうなの、うん、いたんだ。いや、でもアルマいたかもしれないわ。いないよね。いや、見てないわ。全く覚えてない。マジで覚えてない。メイヤさんはいたか。うん、いや、俺とプテと、確かにもう一人いたな。だよね。え、そういないんだろ、アルマ君。いや、アルマっぽいわ。アルマか、だとしたら。僕、下ってて、アルマがどこ行ったか覚えてないわ。うん、プテは最速で多分メインに入ってくる人物だと思う。え、メイン、エレキ。でも結局、脇ってそんな関係なくない？結局、貨物側か、昇降機右で死んでるってほぼ確定だから。うん、でも、昇降機右いすぎだから、うんこの場合はヌーンが右にあったりして、昇降機右から左、停電になったから戻りみたいなルート取ってると思うよ。うん、てか、アーカイブの扉、俺今アーカイブ分けなんだけど、左右やっぱ閉まってるから、どうしても入れないと思うよ。貨物で切れそうな人って。まあ、まあ、僕とかは切れるけど、うん、まあ僕別に貨物にほぼ死体はないから、まあ高田さんとかが、そうなんだ。どうかなってのは。うん。まあ基本、ガミさんの容疑で考えた方がいいだろうからね、これは。ガミさん切れるの結局誰が残るんだっけ？ゲン。ゲンオマ。オマ。ガモリさんの、そう、うん、5秒前には死んでたっていうのは。ゲンオマ、タカシンに、いそうだけど。うん。僕してはね。僕は一応、浮いてますけど。うん。アルマがほぼ貨物か昇降機右っていう感じになるから。うん、そうなんだよ、ね。貨物に行ってる場合は、俺がラウンジで貨物の、なんだっけ給油タスクをやった後に左に行ったら停電直ったんだけどおまおじが停電のから来てんのね、うん、そこでおまおじが切ってる場合はできるけどその場合でも慎太郎が見ると思うから俺が死体をスルーすることになるから、うんうん、おまおじさんってどっちからバイタルブーカーれてます貨物からです慎太郎もあれも見てないんでしょって、うん、見てない全くこれなんで慎太郎って名屋に白出そうとしたのいやあれも君が見切れないと思ったから無理かなと思ってただアーカイブ分けあるんならって今ちょっと変わりかけた、うんやれよマジ。あった。やれよ。絶対に。死ぬ。ああ、なるほど。慎太郎死ぬんよ。ほう。慎太郎マットマージンポスターとかあるかなと思ったけど。慎太郎多分メイン脇。メインから、左の方行ってたと。多分左に入って、俺が宿舎からエンジン下ってる時にメインからエンジンを通過していってるから、左側に。はい。で直したのは？ああ、僕が貨物で直しました。富士宮さん視点、私今回やりにくそうに見えません。あまあでもシャワーとかで切れます。ん？シャワー？シャワー？うん。あ、でも僕シャワー取ってきたよ。まあ、割と。竹尾さんがクルーなら、だけど。うん。私、昇降機右に置いていかれて終わってます、富士宮さんに。まあ、最後の最後だから、切ってきたらわからんって感じ。いや、そうでも、そう、藤宮さんクルーとは私も通ってると思ったんで、まあいいや。まあ、高田さんかおまおじさん。そうだね。慎太郎が死ぬだったら高田さんっぽく見えちゃうけど。ただ、プテ視点で昇降機右っていなさそうっていう情報を落としてなかったな。うん。だから、おまたかとかはあると思うよ。うん、うん。ありそうですね。まあ、そうね。慎太郎が、貨物に死体がないっていう情報から、おまおじは貨物では切ってないと思うから、高田さんどこにいたんでしたっけさっきの最初の2キルのターンは。昇降機左からヌー乗って右に渡りダウンロードやって左に戻って終わってっていうルートで、しかも下も見て死体がない。だから俺、慎太郎とメインやろダブルジンガで慎太郎強人あるかなと思ってたんだけど。ああ、それもわかります。メイン割でメイン脇シャワー。割とおまおじが上に登ってからボタンまでの時間がかなりあったんで、おまおじは。奥までやってるわ。あの角のところまでやってから戻ってボタンを押してるから。にしても長いと思って、多分だってエンジンで一緒に動いてまっすぐ上上がったやん。
まあ、すぐ上がって、うん、俺エレキでタスクして貨物で停電直してそっからまだ移動してまであったで。おまじってどこ脇なの？エンジン脇です。エンジンです。なるほどね。まっすぐ上上がっていって、まっすぐ上上がってた。まあ選択肢としてはおまたかどっちかなと思って、うん、あ違う違う、うん、これあっ手死んでんのか。まあ、おまおさんの方が両キル関われるっていう点では俺違う違う違う、金庫やってる、金庫やってる、その前に、うん、むずいな。にしてもどっちもあると思うんだけど、おまおじさんの方私は釣りたいです、うん、いやー、俺金庫やって、おまおじさん行こう。どっちもあるけど、金庫やってるっていう説明が抜けてたな。いつ上がってきたんだっけ俺、宿舎から速攻が上がってる。僕最速で上がってますよ、うん、うわう、うん、あっでも一応落ちてんじゃない、さすがに PP ないんだったら。鬼木はコミュ待機してるはず、うん、僕ミーティング待機しててサボ直ったけどボタンなかったんで降りた時に源さんとはしごで交差、はい、で最後昇降機右でトータスさんを死にして終わり、うん、停電直した僕です。私はできないです今回。メイヤさんがでも多分右側におると思う。俺貨物分けで診察、うん、エレキで終わりかな。最終は席に入るぐらいか。高田さんっぽく見えるけど、だったら停電になったから、うんうん、鬼木が展望側に行ってメイヤがガン出して切ってるっていうルートしかないから、俺ゲンさんと昇降機左まで一緒に行ってっていうルートだったから、はい、まあ、ゲンさんはできない。藤宮も当然降りてきてるんだったら無理だから、まあ、藤宮さん視点で高田さんってどう見えてます？多分最終近かったと思うんですけど、多分見えてないじゃん。いや見えてないです。見えてない。ああ俺も藤宮知らないから、うん、うん、トータスさんってさ、はい、僕あのメインとシャワーからの扉が閉まってるって言ったターン、アーカイブまで行けてたりします？ね、いや行けてないんちゃうかな。メインシャワーからの扉はトータさんが開けてたじゃないですか。うん、だから僕前のターンに言った通りメインシャワーからの扉が開いてて、アーカイブシャワーからの扉だけ閉まってて、アーカイブシャワーからの扉だけ開いてる状態だったんですよ。あでアルマがいないから慎太郎も見てないって言ってたから、多分昇降機右とかで何かのタスクをしてて、そこ高川さんが切ってるかなっていう感じかな。ただメイヤが自主点インポスターだと思うんだけど、メイヤがインポスターだったらどっちみち俺は慎太郎強靭が切れて落ちてると思うのね。じゃないとなんかあの初日の議論成立してると思わない、うんうん、おまおしがエレキ側の切れて慎太郎メイヤが囲ってだから、まあ、まあそうね、慎太郎がメイヤがインポスターの場合は、まあ、ほぼ慎太郎と強靭も落ちてるかなって感じ。そうですね、まあタスがきついんで高メイで、うん、そうね、釣りたいです、はい。まあ、僕ボタンないのでトータスさんがあれば頑張ります。どっちから行く？ボタン、まあ、高田さんじゃないですかね。高田さん、まあ高田さんで終わると思うけどさすがに、まあ、てか俺で終わんないけど、議論上慎太郎で巨人が落ちないと不自然だから多分大丈夫だと思う、自主点も、うんうん、ナイスすぎる。おお、これはいったかな。何もしてんよ、ちゃんと俺。めっちゃ綺麗な勝ち方。ほんまそう。姉さん、今の1キルが偉かったな。偉いね。めちゃくちゃ偉かった。偉い。マジ偉い。ほんとギリやった。アクションゲーにさせないという。うんうんうん。素晴らしいわ。都合よくシェリフおらんか。僕です。おお、ドア閉めた。あらあら。都合よく死んでるわ、シェリフが。ああこれは、はいはい、おー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 すぎるわ。よかったよかった、素晴らしい高田さん、いいだわしろ、いい一生だね。いやいいね、6人番目の1キルが偉いね。うん、めちゃめちゃ新名だと思った。そうっすね、そこの1キルが
慎太郎が確かにアルマを見てないのがね、不思議なんだけど、めちゃめちゃ神明に見えた。アルマ君は自分から左ガン出すね。左？昇降機右。ああ、昇降機右。はで、ベントタスクやって上上がって停電になったから降りて停電直してメインまで行ってって感じ。ああ、そうね。だから慎太郎とそこで会わなかったのか。なるほどね。そこら、え？そこら辺で死んでるの？いや、アルマはね、シャワー、あの、除染で死んでるんですよ。みんな除染。そうなの？そう。メインまで行ってうん。